皆さんこんにちは。これが私の初めての動画になります。この動画は私が持っていく海外旅行の手荷物をご紹介しています。皆さんのご参考になればと思います。まずはじめに持っていくバッグですが、スーツケースと一緒に持っていかれる場合はスーツケースの取っ手に引っ掛けられるバッグが楽です。中はこのようになっておりまして、ドット柄の小さいバッグの中に大きいバッグを折りたたんで収納できるタイプです。この小さいバッグは取り出しやすいため液体用バッグとして使っています。例えば目薬や BB クリーム、メイク落とし、乳液、歯磨き粉などを入れています。機内でもらうイヤホンは聞きづらいので、私はヘッドホンを持参します。これは騒音対策にも効果的です。このトラベル枕は無印良品店で売っていて、かさばりますがとても手触りがよく気に入っています。首の前でバックルを締めることができるので、寝ていてもしっかり固定されます。このポーチは小物入れに使っていて、100円ショップで買った常備薬入れに風邪薬や胃薬、また、花粉症の薬などを入れています。あとは電動歯ブラシや折りたたみできるポータブルカップなどが便利です。また無印の櫛を入れています。忘れてはいけないのが気圧調整の耳栓です。飛行機で耳が痛くなる方はこれを持っていると安心です。またヨーロッパの高速鉄道も気圧の変動が激しいので、これをつけると耳が痛くなりません。また機内ではとても乾燥するので、濡れマスクは喉が痛くなりにくいです。機内で履く携帯シューズです。これは海外のホテルではスリッパがあるところが少ないので、持っていくと機内でもホテルでも重宝します。これは機内の足掛け具で、エコノミー症候群の一つである足がむくむのを防止してくれます。エコノミークラスだと足を置く場所がないことが多いので、足がよくむくむ方は持っていった方がいいでしょう。このポーチは化粧ポーチです。機内で乾燥した時の場合にフェイスパックを持って行ったりします。また汗拭きシートやメイク落としシート、あとは、鏡なんですが、これは女優ミラーといってライトがついているので暗い機内でも見やすいです。あとは、化粧道具など持って行っています。最後に手荷物の中に1泊分の洋服を持って行っています。ハンドタオルやヘアバンドは洗顔をするときに便利です。過去に2回海外でバッケージロストをしていて、毎回1泊分の洋服を持って行っています。皆さんいかがだったでしょうか。 Thank you for watching.